それではですね、結構な回数対戦したんですけども、勝てませんでしたので一二三先生にご指導していただきながら勝負したいと思います。要はヒントモードがありますんで、それをヒントを聞きながら勉強したいと思います。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみに初手は何やるんだろう。なるほどな。なるほど。ここ角落としてもこう斜めに抜ける道を先に作ったって感じなんですかね。先手6、7、金。後手7、4、歩。先手7、そうですよね。後手5、2、金。先手6、9、王。後手3、3、銀。おそらく角を落とすじゃないですかね、ここに。はい、その通りですね。で、次角をここに上げるんでしょう。あ、違った。先手3、6、9。まあ、後手3、1、角。いずれはって感じですか。うん、そうですね。6、8、角。で、王さんを金の横に持ってくる感じですよね。おお、競争を上げる。ああ、そっちに絞った王様ですよね。7、3、桂馬。はい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 。少し私も考えながらいきましょう。まあヒントはもらいますけど、この銀はここでいいのかっていうところから考えて、ここに上がる歩をついたら多分この辺の数で手負けするから、銀をここに角道塞いじゃうのか。先手8、6、銀。後手4、3、金。先手1、6、歩。後手6、4、角。お、飛車取りってやつですね。で、銀を多分ここに上げるでしょう。ああ、角出しちゃえと。引っ込んだと。なるほどね。いや。先手5、7、銀。後手6、4、歩。先手3、7、角。後手3、1、王。先手1、5、歩。後手2、2、王。先手2、6、8。へえ、ほんとそれ。3、銀。
先手3、7、桂馬。後手6、5、歩。はん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 。先手同じく。後手8、5、歩。これ銀戻るんじゃないかな。そうですよね。先手7、7、銀。後手6、5、桂馬。気に桂馬が来た。どちらかの銀が取られるのは確定っぽいので、どうするかをちょっと聞いてみましょう。あ、そっちを上げると。銀。まあそうですよね。後手7、7、桂馬成り。金で取れと。同じ金。銀と桂馬を交換してるから若干私が損してるような感じですかね。有効利用しようと。六桂馬。後手8、4、角。8、4、角。ああ、はい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 。先手7、5、歩。後手同じく。先手2、4、歩。後手同じく銀。うん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 。桂馬で取れですよね。はい、先手同じ桂馬。歩で取りますと。後手同じく。銀よこせか。下がっていいのかな。先手5、4、気にせず突っ込めと。まあそうでしょうね。6、桂馬。ですよね。後手3、4、金。まあ想像通りって感じですね。おお、構えなしに突っ込めと。先手2、4、角。金で取りますって感じですね。後手、あ、取んなかった。はあ、これは意外。じゃあこの辺になっちゃったらどうすかね。ちょっと聞いてみましょう。あ、引けか。なるほど。先手4、6、角。あ、そっか、言っちゃダメっすもんね。角効いてますもんね。後手3、6、歩。歩を張れか。はあ、ここ本当？
先手2、4、歩。後手、同じ金。おそらく角で突っ込めじゃないですかね。やっぱりもう角と飛車効いてるからそれで突っ込んでどんどん行けっていう指示ですもんね。先手同じ角。後手3、7、歩成。歩成。ふん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 。飛車をこの辺に出すか。うん、まあまあまあそうっすよね。先手2、6、飛車。後手4、7、成、歩。と金で歩を取ってきたの、うん、角を引け。先手3、5、角。ああ、そっかそっかそっか。後手5、5、うん、そうっすよね。ここに角が入って王手だと相手は困るからさせないよっていうあれですよね。じゃあ逆にこの金でこの銀を取ったらどうかっていう、まあ、聞いてみましょう。金で下がれと。先手6、7、金。後手5、8、成、歩。本当はこの辺にと金とかパーンと打ちたいですけどね。ここに桂馬打つのも面白そうですね。ではちょっとヒントなしにちょっとやってみましょうか。ほら、先手3、4、桂馬。後手1、2、王。ふん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 。先手2、2、金。後手同じ金。これ取んなきゃダメか。取っても飛車があるからな。先手同じ桂馬成。後手同じ飛車。先手2、3、歩。後手同じ飛車。先手2、4、歩。後手7、6、桂馬。王手か。これ思い出王手かな。ちょっとヒントもらいましょう。前に出るのがいいのかな。ああ、取っちゃえと。同じ金。後手9、6、桂馬。うん、これも思い出王手ですよね、きっと。先手同じ歩。後手7、9、銀。7、9、銀。ああ、はい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 。こっちがいいのかな。先手同じ金。後手9、8、金。うん、完全に思い出王手ですよね。先手同じ将。後手2、5、歩。2、5、歩、これか。これは取んないといけないですね。飛車で取るのかな。それしかないもんね。先手同じ飛車。後手2、4、飛車。うんと、はい、と
先手同じく角後手2、2、歩、うん、歩を張るしかないって感じですね。先手8、5、金いた後手8、3、歩8、3、歩普通で素直に角取って金くれてやる感じがいいのかな。すい先手8、4、金後手同じく この辺にしちゃったらどうだ、もう思い切って先手5、3、飛車後手今取った金か、どっちか取れるってやつですね。そうさせないように終わらせないといけないんで、これで王手は銀でもよかったな。同じか。よっしゃー、完全に負けました。あなたは強い。119点になったの勝ちです。いやもう先生のあのヒント様々ですね。意外なことやってましたけどね。私そうなのっていうことがなんかずっと続いたような気がしますけど、最後はわりかし頑張ったなって感じですね。はい、というわけでして、スーパーファミコン版ひふみ先生の手助けを借りながら一人をなんとか倒せたっていうところまでプレイしました。ですね、私ファミコン版の谷川先生倒して、まあ、ひふみ先生もこれで一応攻略ということにして、実は任天堂64のハブ先生残ってるんですよね。大物がいるんですよ。まあそれはおいおいまたやると思います。はい、では本日はこの辺りにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。